さあ続いてのカーマニアさんはこの方です。まやさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。アムロナミエさんみたいな歌詞ですよね。この人が熱いもんです。アムロ系ですね。アムロ系ですよ。さっき慌てて着替えてましたね。はい、着替えました。でも、でも可愛いですよね。ありがとうございます。まずよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらですか、まやさん。はい、こちらです。土屋さん、どうですか、これはシルビアでいいんですか。はい、シルビア、一音シルビアです。じゃあ、いつから乗ってんの。私、7年ぐらいも乗ってます。結構乗ってる。いや、でも、これ随分低いですよね。あ、これエアサスで今一番下げてます。エアサスになってるんだ、はい、エアサスか。そうだよね。だって一音にシルビアにエアサスの設定はないから、うん、オリジナルで作ってるんです。そうですね、後から組んでもらいました、ね、なんでまた。本当はあのエアサスが嫌だったんですけど、うん、あのどうしても17インチが履きたくって、うん、やっぱこう17インチだと普段走行が厳しいので、うん、エアサスを組みました。どうしてもこのクリアランスをこう出したかったっていう17インチでここまで落とすっていう。この部分がポイントだ。これってどういじってったんですか、うん、元の、うん、元々私はこうなんだろう、エアロとかをつけるよりも元のこう車の形を残しつつカスタムしたかったんで、インタークーラーだったりとか、まあ、内装だったりとかの部分をやって、まあ、あとは足回りに一応こだわって、これもちろんあれですね、あのリップだけついてますね。リップだけつけてて、つけて、はい、ここの部分ですね。はい、その下の部分だけ。これね、インタークーラーでかい。そう、インタークーラーもやっぱこう目立つのをつけたくって、うん、インタークーラーでかいわ、はい、これこのホイールはどこのホイールなんですか。これはこれはレイズです。レイズの T37 っていうホイール。へー、一応2020年の限定モデル、限定カラーです。あ、そうですか、はい、オフセットがすごい。そうですね、あの、ね、深いのが結構好きだったので、そこも一応こだわって。このハの字は何か意味があるの。ハの字は、うん、意味かっこいいなってこんな、ね、っこうですもんね。これさ、めっちゃタイヤ固めにすんだよ。そうですね、ね、すごい固めにするんですけど、ちょっと見ると暴走族っぽいよね。ぽいね。暴走族ですかね。いや、走り屋はこんなにキャンパーつけないじゃん。そうですね、そうだよね、はい、で、ちょっとこう来まして、うん、で、これは後ろ周りはずっとすごいシンプルで綺麗ですよ、これ。割とシンプルだよ、はい、そうなんでね、めっちゃ綺麗ですよ。ゴテゴテしてないから、うん、はい、で、これは後ろ周りは、フェンダーを一応少しだけ叩き出し、うん、加工してます。ここですね、はい、ここの部分、うん、ここ叩いて、はい、こことここのバランスがさ、バランスを出したくて、なんかちょっと、ほんとちょっとなんか高速道路で後ろから見るとなんか哀愁があるよね。かっこいいよね。はい、うん、なかなかシンプルなエアロだよ。そうですね、でちょっとじゃあこっち側から運転席周り見させてもらえます。ケバグなくていい。はい、一応それハンドルもクイックリリースで外れるようになってます。あ、そう、はい、マジか。ちょっとこれエンジンかけるとエアサツは上がります。上がりますよね、はい、でちょっとエンジンですか。あ、はい、もちろんです。はい、上がりますよ。あ、で、あの上がんないよ、そんな。ごめんなさい、ボタンがそこに、あ、その黒いリモコンみたいなやつがあって、あ、これ、はい、それの4番をあの2回ポチポチって押してもらえると。4番、あ、これです。あ、これ、はい、すると上がるよ。あ、ごめんなさい、ん、あ、3番でした、すいません。3番を2回押してもらって、3番を2回押してもらって。あー、ほんとだー。上がった。すごい。これで決まり。はい、これで今一番上がってて、で2番を2回押すと、そう、一応走行できるくらいの車高にはなります。へー、一応設定でそういう風にしてあるんですけど。で、止まるときは下げる。止めるときは、そうです、止めるときはもう4番で一番下げる。なんでエアサスにしたの。気分だよね。またそのあれです、シフトノブがすごくないですか。長いね、あれ。そうですね、なんかマッサージ機みたいな感じ。海外で買ってきたもん。キングコブラって感じ。本当だよ。すごいですね。なるほどね。これ7年前に購入したんですか。はい、7年前に、まあ、その頃でもこれシルビア高かったでしょ。いや、もう安、まだ安かった時代で、うん、最近すごい値段上がってはきてるんですけど、うん、いくらで買ったんですか、7年。当時買った時は30万。30万。30万円。そんなもんだよね。そんなもんなんだ、はい、まあ、オークション会場とかでそれぐらいで落札できる時代でした。また30万円で買って、あとどれぐらいかけたんですか、これ7年間で。あー、でもまあ
結構ホイールも何回か変えたりしてるんで、うん、トータルしたらまあ200万近くはかかってると思うんですけど、全然かかってる、うん、だってエアサスが高いもん。そうですね、エアサス自体がやっぱ結構いい金額。いやでもさ、まやさん、僕ね、1台の車長く乗ってる人って基本的に浮気性じゃないじゃないですか、うん、いや、ね、一途だよね。そうですよ、うん、まあ、俺もだから8626で乗ってるけど、うん、ホイールは5セットある。あ、そんなあるんですか。そう、ホイールは気分で変えるんだ。四季折々に応じて。でも私も車他にも何台か持ってて、何持ってるの？使い分けてます。あのシボレーのタホと、あとシボレーのカプリス持ってます。あらら、かっこいいじゃん。シボレーのタホっていうのはものすごくでかい車だから、あの SUV なんですけど、ね、だからそんな車はさ、はい、置く場所がどこにあるの？あ、旦那様があの車屋さんで、はい、置かせてもらってます。旦那さんが、はい、最初は車屋さんじゃなくて、出会った時はガソリンスタンドの店員さんだったんですけど、気がついたら車屋さんに。じゃあ今成功してるんだ。成功してるんだ、ね、どちらでやってるんですか？あ、埼玉なんですけど、同じ、まあ、でももう11年一緒にいる旦那、11年一緒に旦那と一緒にいるんで、もうその時から車は全部お世話になって。じゃあこのそれこそ整備も、そうですね、カスタムも、あの私がこうしてほしいっていうのを旦那さんに伝えてやってもらってます。優しい、優しい、優しい、めちゃめちゃ仲良し。今日旦那は？あ、近くであの積載車で待機してくれた。ここにはいないの？あのちょっと冷房が効かないんで運んできてたからで、ちょっと近くで待機してもらってます。いい旦那だ、いい旦那だ。でも絶対旦那悪いことやってるよ。なんでそうやってるの？なんかね、やるわけないじゃないですか。怪しいね、怪我とかで密輸してると思うよ。これからなんか買いたい車は？買いたい車は今ちょっと新しい車に興味があって、うん、レクサスの LC500 にちょっと乗ってみたいな、はい、金持ってますね。レクサス夫人ですよ今度は。今車屋儲かってるからね。本当にひどい話ですよ。LC500 いいよ、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。